例えば私がマンション見に行って、大家さんのおばちゃまがいて、わあ、感じのいい、女性だからすごく嬉しいわって、あ、じゃあ私もここ気に入ったので申し込み書を送らせてくださいって言って、申し込み書を大西健二じゃないですか、戸籍が。当時そんな帰りとかないから。で、大西健二に送ったら、え、どういうことですかって言ったら、説明されて、不動産屋さんが、そしたら、うちはファミリー層多くて、そういう方が来られたら困るのでって言って、借りれない時代ですから。